みんなこんにちは、しまじろうだよ。今日はお家でお祭りをするよ。実はこれ子供たちには内緒だよ。お母さんと一緒にこんな感じでお家をお祭りバージョンにしてみました。こっちはね、食べ物屋さん。ここはお菓子釣り。そしてこっちは綿あめを作ったりかき氷を作れるコーナーだよ。ここはくじ引きがあります。この中にくじが入ってて番号が書いてあるから、その番号を見て、同じ番号の景品がもらえるってことにしています。この辺はね、100均で揃えました。そしてこっちはじゃーん、それぞれのものに紐、このテープがくっついていて、この中から1本選んで引っ張るとそのおもちゃがもらえる仕組みになっているよ。こっちは子供たちが大好きなスーパーボールすくい、お水に入れて用意しました。今までいろんなお祭りで取ってきたスーパーボールを使っています。新しく買ったものじゃないからちょっとだけ寂しいんだけど、これでやってみたいと思います。ちょっとね、濡れてもいいように下にはこれ敷いてます。ピクニャ。そしてこの日のためにポイ用意したよ。本当のポイをね、ちょっとネットで買ってみました。夏祭りとかね、最近はお外に遊びにも行けないし、お祭りもどんどん中止になって楽しいことができないので、今日はお家でお祭りです。どれやります？これ。こっちですか？はい。優しく持って、1本引くとおもちゃが、おもちゃが、あ、それですね。ででーん、動いたのこちらです。はい、お手玉だ。お手玉、イエーイ。ぜひも抜きましょう。じゃあ、ひとくん何色にしますか？これ。ヒントは、ヒントよく見て、よく見て。青だよ。ヒントは、緑を狙うといいかもしれないですよ。この中で緑色。ここか？うん。どれが動いてくるかな？あ、こっちの緑だ。こっちの緑は、じゃーん。じゃじゃん。緑狙いだと欲しいのだったかな？緑だって、緑は、緑でも2本あるからどっちの緑だろう。どうぞ。いや、引っ張れ引っ張れ。お、レゴが来た。おめでとうございます。狙ってたレゴ当たりましたよ。お姉ちゃんも、あともう一回やっていい？え、もう一回ですか？はい。じゃあ特別です。今度はこれ狙いなので、はい、青ですね。当たりますかね。これ青。弟くんは何が来たかな。あ、これじゃん。おめでとうございます。懐中電灯。これ、あ、弟くんはクマさん。クマさんも光りますよ。え、あ、パンってあるんだ。落としてこれね。え、落とすんだっけ。あ、光った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 。ピカ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 。暗くしてみると、かわいいね。お腹かと思ったら頭光るんだ。こんな感じ。そんなに、あ、今度お腹が光ったよ。あ、ほら、かわいい。おめでとうございます。なんだけね、今度くじ引きですか？うん、その後スーパーボール。またですね。こちらくじ引きです。
この中に1番から10番まで入ってます。はい、さあどうぞ。さあ、欲しい番号当たるかな。弟くんも1枚どうぞ。あ、弟くん7番出ました。7番くれるの。お姉ちゃんと相談して交換もできますよ。これとさ、これ交換しない。これ光るんだけど、この光るやつでもいいですか。うん、ありがとう。わ、すごい、おめでとうございます。まずはここを押したいで、ここポチッと押しておる。わー、光った。すごい綺麗だね。いいのと交換しましたね。うん、お姉ちゃんは付箋ですね。うん、よくお勉強とかに使える。あ、そうだね、すごい。でもさ、アメリカンドッグ食べに行こう。お客さん来るかも。なんだ、来るよ。こんにちは。いらっしゃいませ。すみません、アメリカンドッグと、はい、ポップコーンください。はい、わかりました。少々お待ちください。お待たせしました。ポップコーンとアメリカンドッグのお客様。はい、こちらになります。気をつけてくださいね。ありがとうございました。お菓子釣りいかがですか？はい、どうぞ。そのゼリー重いので頑張ってくださいね。お姉ちゃん一人じゃ全然できないんだけど。ありがとう。よよよ。おめでとうございます。一人5個までいいですよ。スイートゼリー、スイートゼリー5個まで。5個いいですよ。釣れた。イエーイ。